テーマは教員の待遇見直しどうなるです。はい、今教員の長時間勤務が問題となっています。背景には近年増え続けるいじめ問題、部活動や保護者の対応など、現場の負担が増え続けている現状があります。その一方、実は公立学校の先生たちの給与形態は一律で決まっています。いくら働いても残業代が出ない仕組みになっていて、長時間勤務のほか教員のなり手不足も深刻化させているんです。長時間勤務になってしまっているのに残業代が出ないというのは問題ですよね。はい、公立学校の教員の給与というのは基本給に給与の 4% 分の額、教職調整額と呼ばれるものを一律に上乗せする代わりに残業代を出さないということが法律で決まっているんです。この 4% という上乗せ分は残業時間8時間相当に当たるんですが、実はこれ50年以上前に制定された、この法律が制定された当時に決まったものなんです。ただ2022年度の調査によりますと、全国の時間外勤務の平均、教員の時間外勤務の平均は小学校で月41時間、中学校で月58時間と現代の教員の残業時間と見合っていないのが実情です。こうした問題を受け、今回半世紀ぶりに給与改善をしようという動きになったんですが、その方法をめぐり今文科省と財務省が対立しているんです。はい、それぞれどのような改善案を出しているんでしょうか。はい、まず文科省案では、給与に上乗せする教職調整額を現在の 4% から 13% に一気に2026年度以降引き上げようという案を提案しています。はい、例えば基本給が30万円の教員の場合、調整額を 4% から 13% に引き上げると、上乗せ分は現在の1万2000円から3万9000円に増額されることになります。はい、まず目に見える形でお金を増やすということですね。はい、ただ長時間勤務の現状は変わらないので、はい、文科省は全国の教員の配置をおよそ7600人増やし、教師1人にかかる負担軽減を目指したいとしているんです。はい、また13% に引き上げるには国の負担が年間およそ1080億円ほどになると試算されています。はい、では一方でこの財務省案というのはどういうものなんでしょうか。はい、財務省案は、はい、国が設定する残業時間の目標値を全国の教員の残業時間の平均が下回れば、その都度翌年度の調整額を上げたい考えで、現在の 4% から段階的に 10% まで引き上げることを提案しています。はい、つまり財務省はまずは残業時間を減らすことを条件にしていて、そのリターンとして調整額、給与を増やすという働き方改革ありきの案を示しているんです。はい、その狙いはどこにあるんでしょうか。はい、財務省は勤務時間の管理の徹底や、はい、教員が担わなくてもいい業務を減らすことなどにつなげ、数年かけて残業時間を平均で月20時間に減らしたい考えです。ただこの財務省案に対し安倍文科大臣はこう言っています。教員や外部人材を確保せずに現場の努力だけで業務を減らそうとするのは乱暴な議論だなどと批判しているんですね。では実際に学校などの現場からはどういった声が上がっているんでしょうか。はい、現役の先生に話を聞いてみました。まず求めるのはお金よりも働き方改革。文科省が出している案についてはその残業が今後確実に減っていくぞっていう確信が何も持てないんですよね。その中でちょっと給料増やすよっていうことをいきなり言われて、あ、これ給料増やしたから今まで通り働いてくださいねっていうことなんだろうなっていう受け止めになってしまいます。このニュースを通じて島津記者が一番伝えたいことは何ですか。はい、この年末には予算編成があります。このあとどういった形で見直しがされるのか、教員の待遇の方向性を決める、また今後の教育の行方を左右する大きなターニングポイントだと思うので、現場の教員が納得する結論にしてほしいと思います。はい、
まあ、この子どもたちの将来を育てる教員がこうどう見直されるかというのを注視していきたいですよね。今日は島津記者の報告でした。